新茶タカカパンライラサクライ、今日はオノマトペゴロゴロを一緒に勉強していきましょう。このオノマトペは大きく分けて5つの場面で使われます。では実際に見ていきましょう。1つ目、雷の響く音を表す語。日本人は雷が鳴っているとき、雷がゴロゴロ鳴っているねとよく表現します。会話を見ていきましょう。今日は天気良くないですね。これから外に行こうとしてたのにな。そうですね、空も暗くなってきたし。うわっ、雷が鳴った。お、本当だ、雷がゴロゴロ鳴っているね。今日は外に出るのはやめておこう。2つ目、何もしないで過ごす様、様子をゴロゴロというオノマトペを使って表現します。会話を見ていきましょう。あ、サクさん、おはようございます。昨日は何をしていましたか？あ、おはようございます。いや、昨日は疲れてたので一日中家でゴロゴロしてました。あ、そうなんですね。たまには家でゆっくりするのもいいですよね。3つ目、大きなものが転がる様、またその音を表す語としてゴロゴロが使われます。会話を見ていきましょう。ちょっと聞いてください。昨日大変なことがあったんですよ。何があったんですか？いや、昨日車で買い物に行って、家に着いて車のドアを開けた時に大量の荷物がゴロゴロ転がってきたんです。あら、それは大変でしたね。4つ目、たくさんある様、またはありふれている様子を表します。実際に会話を見ていきましょう。あー、お腹すいた。カレーいただきます。ね、お腹すいたね。私もカレーいただきます。このカレー美味しいね。美味しいね。特にジャガイモがゴロゴロ入っててすごく美味しいね。5つ目、猫が喉を鳴らす音としてゴロゴロが使われます。実際に会話を見ていきましょう。サクさん、サクさん、このビデオ見てください。これがうちで飼ってる猫ちゃんです。すごくかわいいですね。喉をゴロゴロ鳴らしてますね。そうなんです、喉をゴロゴロ鳴らして甘えてくるんです。はい、いかがでしたか？皆さんも場面に合わせてゴロゴロを上手に使ってみてくださいね。今日も家でゴロゴロしてないで勉強頑張ってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。